はい、ロマサガレースやっていきます。ということで、新しくね、ガチャ来たので、ガチャやっていきましょう。したら今日ね、ジョーと、グウェインとドーラですね。うん。で、じゃあ性能見ていきましょう。まあ、さっき軽く見てきたんですけども、ジョーはね、まあ、エルニーニョね、これいいよね。低コストで全体攻撃コスト、ね、BP3、うん。と、あと、高火力のチェックメイト、うん。アビリティもね、どちらかしたら単体特化みたいな。まあ、でも、多分こいつが素体になるかなって感じですね。ゲーム持ってるしっていうところで、うん。で、エルニーニョ。うん、チェックメイト。よし。次が、グウェイン。もうイラスト最高っすね。あ、ジョーはイラストどうでもいいっす。もうイラスト最高っすね。バハムートです。で、ドット絵もね、最高っすね。で、雷球、単体の、単体攻撃と、まあ、グライダースパイクと、ボルテックススパイク。だから全体もできるけど、どちらかしたらね、こっちは単体って感じかな。うん。ただね、この能力減衰3持ってるのがね、結構いいと思います。決戦闘とかでもね、ただ入れとくだけでもね、活躍できるんで、いいかなと思います。もう、能力はもうサクッと。雷球、グライダースパイク。ボルテックススパイク。うん、お、かっこいい、かっこいい。かっこいいっすね。なんで、こういうね、魔物系キャラはね、マジで好きなんで、胸熱です。次、ドーラ。かっこいいっすね。イラスト最高です。こっちも最高。なんか、レオレウスでしたっけ？リオレウスでしたっけ？ちょっとド忘れしちゃいましたけど、がなんか、甲冑つけたみたいなね。いや、こっちがね、全体って感じですよね。焼き払うに、横一列に、全体攻撃と。あ、そうなんだ。これ、自称系なんだ。結構食らうね。結構食らうね、ダメージ。結構ダメージ食らうじゃん。そんなに食らうんだ。えぐいね。で、まあ、こいつはね、まあ、バトルテンション持ってるんで、うん。まあ、開幕からね、このライバクの鉄槌打てるかなって感じですかね。自称系なのは今初めて知ったわ。焼き払う。かっこいいね。ドット絵かっこいいね。めちゃくちゃかっこいい。トゥームレイ。で、雷爆の鉄槌。かっこいいね。めちゃくちゃかっこいいっす。うん、イラストも最高だしね。これロマフェスなのかな？うん、ロマフェスっすね。うん、いいでしょう。まあ、最近ね、配布がすごい多いんで、これ何日あるんだろう。32日間、1ヶ月あるね。まあ、とりあえずこの優勝ね、やっていこうと思います。いきます。まあ、正直ね、ジョーはね、多分、決戦闘でも結構使うことになると思うんで、持っておきたいですね。まあ、ただ石が結構あるんで、まあ、一応3体取りに行こうかなと思います。このガチャに関してはね。すごいよね、最近さ、ジュエルの配布がすごいっすね。さあ、20連目、いきます。いきます。
ああ、爆発はなし。はい、おお、ジョー、早速ジョーです。とりあえずね、まあ、イラストはどうでもいいけど、とりあえずジョーゲットです。まあ、性能的にもね、まあ、この3体の中だったらジョーが一番当たりかなって感じはしますかね。性能面で見たらね。まあ、ただ、しのちゃんの好みで言ったら、ドーラ、グウェインからのジョーっすね。とりあえずジョーゲットです。さあ、30連目いきます。来い。あー、爆発なし。あー、これないな多分。まあね、ラスト。はい、なし。まあね、まあ、スクエニだしね、確率はね、表記より絶対絞ってきてるとは思うんすけど、どうでしょうか。配布が多いってことは確率絞ってると思うんで。いや、出ないね。うん、SS まだ1体のみ。やってるね。あ、出た。そっか、5つ目入ってんだ。そうなんだよね、5つ目入ってんだよね、忘れてたわ。クソだな。もうちょっと行きましょうか。来い。あ、爆発なし。うん、 SS 率割る。これ60、ん ?70 連目。あ、来た来た、よかった。70連目で2体引き。まあ、どっちかの竜は引けるでしょう。ヘクターン。なんでやねん、キャット。これがあるんだよね。80連目。お、来てました。グウェインかな。まあ、しのちゃんの一番狙いのドーラはまだ出てこないですね。不思議なもんでね、ロマサガーレースはね、物欲センサーがあるんで、一番欲しいのは出てこないっていうね。今90連目かな。ブルー。これで100連目かな。うわ、110連目。今何連かな、ちょっと見ていきます。1日1回ガチャがあるんで。そうですね、ここで終わりにしときます。
あとはまあ1日1回100円のやつやりつつ、天井までね、あのドーラ狙いに行こうかなと思います。で、大丈夫だよね。うん、32日間あるんで、そうっすね、大丈夫っすね。あとはまあ1日1回ガチャやりつつ、まあドーラ出たらいいかなって感じで、まあ気長にねガチャ引いていこうかなと思います。うん、そんな感じで今回はねここで終わりにしたいなと思います。まあね、本当にどれか1体しか取らないきゃダメだっつったら多分ねジョーだと思います。攻略という意味ではジョーが一番当たりかなと思いますね。うん、そんな感じでどうもありがとうございました。